自民・公明両党の隔たりは依然大きいままです。食料品などの消費税率を低く抑える軽減税率をめぐり、自民党は対象品目を最初は米や肉、魚などの生鮮食品に絞り込むことで減収を3400億円ほどに抑えたい考えです。一方の公明党は最初から酒類を除く飲食料品すべてに広げたい考えで、減収は1兆3000億円を見込んでいるため議論は紛糾しそうです。中継です。はい、公明党が酒を除く飲食料品を掲げるのは、消費者への恩恵を最優先にすることで参議院選挙のアピール材料にしたいからです。自民党が主張する生鮮食品に絞り込むとなると、お刺身は単品では生鮮食品ですが、盛り合わせでは加工食品扱いとなり除外されるなど混乱が生じかねないとしています。公明党が攻勢を強める背景には、安保法制では自民党の顔を立てたのだから貸しを返してほしいという強い思いもあります。しかしながら対象品目の線引きと切り離せないのが財源の問題です。そもそも消費税の引き上げを決めた際に、増税分はすべて社会保障の充実のために使うと合意した経緯があります。自民党としては今さら社会保障を減らすという政治状況にはないとして、品目を絞り込むことで税収の減少を抑えたい考えです。午後には新体制となって初の与党協議が行われますが、自公が歩み寄る気配は見えず物別れに終わりそうです。